アントニオ・マヌエル・デ・オリベーラ・グテレスは、ポルトガルの政治家。第114代ポルトガル首相、社会主義インターナショナル議長、欧州理事会議長、第10代国際連合難民高等弁務官などを、歴任した後、2017年から第9代国際連合事務総長を務める。日本の報道では、グテーレスをグテレスとも表記するものもある。 ビルジーリディアスグテーレスとイルダ・カンディーダでオリベーラの子としてリスボンで生まれ育った。高等工科大学で物理学と電気工学を学び、1971年に終了。助教として学問の世界に入った。1974年に社会党に入党し、政治と関わりを持った。それから間もなく学会を退き、政治活動に専念するようになった。 1974年4月25日のカーネーション革命でマルセロ・カエターの政権が崩壊してからは主にリスボン地区で社会党の組織化に深く関与した。グテーレスは党の首脳の一人となり次の役職を歴任した。1992年に社会党の初期長とアニーバル・カバコ・シルバ政権下の野党院内総務に就任。 1992年9月には、社会主義インターナショナルの副議長に任命された。カバコシルバの退任を受けた1995年の総選挙で、社会党が比較第一党になると、首相に就任して第一次内閣を組織した。1999年の総選挙もなんとか乗り切り、第二次内閣を組織。在任中。 ポルトガルに対する世界の注目度を高めた1998年のリスボン国際博覧会の誘致に尽力し、1999年に中華人民共和国へのマカオの返還も行った。社会主義インターナショナル議長在任時2000年1月から7月には欧州理事会の議長も兼務した。しかし、首相としての2期目は苦しい時期となった。 経済の低迷とヒンツェリベーロ強法落事故の影響に加えて、党内対立が、グテーレスの権威と人気を揺るがした。2001年12月の地方選挙で、社会党は大敗を起死した。これを受けてグテーレスは、国を政治的な泥沼に陥れないため、職をすと表明し、辞任した。ジョルジェ参拝を大統領は国会を解散し、選挙を求めた。 当時社会保障省だったエドワルド・フェーロ・ロドリゲスが社会党の代表となったが総選挙で社会党は敗れ首相職を社会民主党のジョゼマヌエル・ドゥランバローゾーに明け渡した。グテーレスはポルトガルの政治から退き2005年まで社会主義インターナショナルの議長を務めた。2005年5月の国連総会でグテーレスは 国連難民高等弁務官に選任された。2007年2月16日のナショナルパブリック・ラジオによるインタビューでは、イラクの難民が直面している苦境について、1948年以降の中東で発生した最大の難民危機の一つであると述べた。あまり一般に知られていない難民危機として、グテーレスは中央アフリカ共和国とコンゴ民主共和国における、 危機を挙げた。2011年にシリア内戦が発生すると、それによって生じた難民に対する国際的な支援を確保するために尽力した。弁務官時代には、経費のかかるジュネーブ本部の職員数を3分の2に削減し、その分現場により多くの辞任を投入した。2015年12月31日に難民高等弁務官を退任。 こうしてグテーレスは国連を去ったものの2016年は年末で半期分の国連事務総長としての任期が満了することもあってポルトガル政府から支持を取り付けたグテーレスはやがて次期事務総長の最有力候補と目されるようになっていった2016年10月6日国連安全保障理事会は次期国連事務総長としてグテーレスを 国連総会に勧告する決議を採択。このアンポリの勧告を受け、総会は13日に、グテーレスを次期事務総長に任命することを採決した。こうしてグテーレスは、年明けの2017年1月1日に、事務総長に就任した。グテーレスは、首相経験者としては、初の事務総長であり、また国連創設後に生まれた初の事務総長でもある。 グテーレスは就任後発の声明で新年に皆さんも私と決意を共有していただきたい。平和を第一にすると心に決めようと呼びかけた。2021年6月8日に開催された国連安全保障理事会の非公開会合においてグテーレスを事務総長として推薦する決議案を全会一致で採択。総会は18日に グテーレスの2期目の続投を採決した。2021年6月、アムネスティ・インターナショナルの事務局長である、アニエス・カラマールは、BBC の取材に、中国政府による新教でのウイグル人団圧に、対して、グテーレスは責任を果たしていないと批判している。1972年に、ルイーザ・アメリア・ギマリアン・イスエメロと結婚。 ペドロ・ギマリャン・イスエ・メロ・グテーレスとマリアナ・ギマリャン・イスエ、メロで、オリベーラ・グテーレスの一難一助を設けたものの、ルイーザは1998年1月28日に、ロンドンの王立自由病院でがんのため創生した。2001年には、カタリナ・マルケスであるメーラ・バスピントと再婚した。カタリナには、前夫との間フランシスコ・バスピントだ、コスタラモスという連れ子がいる。 母語である、ポルトガル語のほか英語、フランス語、スペイン語に堪能。趣味は、歴史と地理の研究で、特に世界史に精通している。またオペラを愛し、スポーツではサッカーを好む。ありがとうございます。